肺の仕組み肺は空気中の酸素を体内に取り込み、排気物の二酸化炭素を体から排出する呼吸を行います。対して水中の酸素を取り込むのはエラです。肺は左右2つあります。右肺が少し大きくて、常用、中用、下用の3つの部分でできていますが、 左肺は心臓の出っ張りがあるので少し小さく常用下用の2つの部分でできています。軌道は前後で枝分かれして食道と気管になり、気管は左右に枝分かれして気管支に、その先が肺の中に入って再気管詞に、さらに枝分かれして終末機関詞に、さらにその先が呼吸気管支に分かれ、最後に先端がブドウの房のように集まる肺法となります。 この肺胞の周りには、心臓の右心室から直接入ってくる肺動脈と、心臓の左心房に直接帰っていく肺静脈の毛細血管が網の目のようについています。肺動脈を通る血液で運ばれてくる二酸化炭素は肺胞の中に排出され、肺胞の中の酸素は肺静脈の血液の中に取り込まれて心臓に戻っていきます。これをガス交換と言います。 体に取り込まれた酸素は、ブドウ糖を二酸化炭素と水まで分解してエネルギーを作るために使われます。つまり、酸素がないとエネルギーが作れないため、体中のすべての機能がストップして死んでしまいます。肺は、自ら膨らんで空気を吸い込むのではなく、周りの筋肉が空間を大きくすることで膨らみます。 肺の筋肉自体を動かすのはブドウ糖から作られるエネルギーなんだから、たくさん食べてたくさん息をして、他に回すエネルギーをたくさん作らないといけないのだ。